それではサーバーレスシステムのチーム開発というテーマで発表いたします。よろしくお願いします。本セッションでは最初に改めてサーバーレスとはどのような利点があったのか振り返ってみたいと思います。また今回はサーバーレスの話をするのですが、いわゆるファンクションアザーサービスに絞って話をいたします。コンテナなどに関しては割愛しておりますのでご了承ください。その後にタイトルにあるような サーバーレスなシステムはどうやってチームで開発しているのか、開発手法についてご説明したいと思います。このセッションは以下のような方を対象に構成しています。サーバーレスって聞いたことあるけど何がいいのか気になっている方、あるいはラムダなどを触ったことあるけれどチームでどう開発しているのかが気になっている方です。このセッションのゴールとしてはサーバーレスについてある程度理解できるというレベルと、 チームではどのように開発しているのか理解できるというところを目標にしたいと思います。今回このセッションでお話しするのは CX 事業本部の佐藤智樹です。役割としてはサーバーサイドエンジニアをやっています。現在は IoT チームというところで Web API の開発や IoT バックエンドの開発を行っております。はじめにサーバレスなシステムとは何なのか、オンプレミスの時代からクラウドになり、そしてサーバレスになる際に どのような利点があったのか改めて確認してみたいと思います。最初は、クラウドを使わずに、オンプレミスでサービスが開始できるというレベルから考えてみます。このように、公開しているウェブサーバーさえあれば、一応 Web サービスを運用することが可能です。しかし、本格的な運用を考えるなら、以下のような問題があるかと思います。例えば、キャッシュサーバーはどうするのか、CDN はどうするのか、ドメインはどうするのか、 ウェブサーバーと DB サーバーは分けないのか、ロードバランサーは用意しないのか、といったようなものがあるかと思います。挙げたものはあくまで一例ですが、ハイトラフィックなサービスの運用などを考えると、このような問題を考慮する必要があります。先ほどの問題を解決するために、AWS のサービスを活用して、ウェブサービスを作成することが従来行われていました。ドメインは Root53 で管理し、CDN は CloudFront で、 性的なコンテンツは S3 から取得し、動的なコンテンツに関しては、エラスティックロードバランサー e c 2 RDS の方から取得するというようなパターンです。この構成で、可用性やレスポンスの速さを考慮した設計が可能になります。この構成が悪いというわけではないのですが、少しだけ問題がありました。それは EC2 の管理や待機時間にかかる費用です。EC2 はイヤースサービスなので、 OS の更新やセキュリティパッチを当てる作業が必要になります。また、エラスティックロードバランサーで立ち上げる EC2 の台数のコントロールはできますが、トラフィックは少ない状態でも何台かは立ち上げておく必要があります。先ほどの Web サービスと似たような構成をサーバーレスで考えてみます。Web サービスは SPA で構成します。Web ページ自体は Root53、CloudFront、S3 から取得します。 適宜動的なコンテンツが必要な場合には Web API を使用します。API ゲートへのエンドポイントを叩いて何らかのビジネスロジックをラムダで実行して DynamoDB などからデータを取得したり更新したりすることで Web サービスを構成できます。こうすることによって次のような利点があります。ラムダは AWS が管理するコンテナが一時的に立ち上がるようなサービスで OS アップデートや脆弱性の管理は AWS 側で保障されます。これによって 開発者側ではサーバーのパッチ作業などを考える必要がなくなります。また、ラムダは実行したタイミングでだけ課金が発生するので、待機時間のため余分なコストを削減することができます。また、CNCF という団体ではサーバーレスを以下のように定義しています。CNCF とは、クラウドネイティブコンピューティングファンデーションという、クラウドネイティブ技術を推進する団体です。こちらの役に関しては個人の思考が入って意訳しているので、その点はご了承ください。 サーバレスコンピューティングとは、サーバー管理を必要としない、アプリケーションを構築して実行するという概念。イベントに応じて実行、スケーリング、課金が行われる。サーバーがなくなるわけでも、運用エンジニアがいらないわけでもなく、サーバーの管理にかかる時間とリソースを、プラットフォーム側に持たせるという考え方。開発者はよりビジネスロジックに集中できる。運用エンジニアはより重要なタスクに集中できる。私たち開発者としては、特に、 開発者はよりビジネスロジックに集中できるという部分が重要かと思います。開発者がインフラの設定や管理に時間を取られずに、自分たちのビジネスの核となる部分へ集中できるというのが根底にある考え方かと思います。最後に、個人的にサーバーレスがいいと思っている点を挙げさせてもらいます。サーバーレスでシステムを作る場合は、イベント駆動なシステム設計がベストとされています。例えば、画像のアップロードに応じて何らかの処理を行う場合は、 S3 への画像をアップロードに応じて画像を処理するラムダが走るような設計を行います。他にも DynamoDB のデータが更新されたイベントを検知して別の処理を行うような設計が行えます。これらの設計を自然と行うことによってインフラからコードまで通して考えた時にそれぞれのサービスごとに役割を分割して作れます。よって最終的には自然と素結合で回収しやすいシステムを作れることが魅力かと思っています。 次のスライドからは開発方法や自分の担当領域などについて紹介します。チームによって異なる部分はあると思うので、今回は自分のいるプロジェクトを例に開発方式をお話しします。担当している領域のイメージはこんな感じです。この中で自分はバックエンドを担当しています。これは組み込み機器などがある IoT からバックエンドにデータをもらったり、IoT 側の設定を操作したりします。また、フロント側からデータを操作できるように、 API を提供していたりします。今回の内容では IoT よりはどちらかというとフロントとバックエンドによった開発の話になります。もう少し担当している業務を詳しく言うと SPA 用のバックエンド API を構築したりバッチ処理用のラムダを開発しています。API のエンドポイントは API ゲートウェイで構築してビジネスロジックをラムダに記述します。定期的なバッチ処理などはクラウドウォッチイベントなどから起動して処理を行うラムダで実装しています。 また、ラムダだけでなく、画面にあるような API Gateway や DynamoDB など、AWS サービスもまとめて AWS CDK で設計して構築しています。AWS なしの開発と比べると、API のエンドポイントやインフラ構成まで、開発者で準備できるので、開発サイクルを早めることができています。大まかには、このような API やバッチの開発を行っています。次は、開発工程に分けて説明していきます。 左の図にあるようにざっくりとした工程で説明していきます。また今回は要件定義や要望をソフトウェアに落とし込むような作業については工程から省いているのでご了承ください。まずは設計の段階で先ほどお話したような AWS のインフラ設計や業務設計を行います。設計後はチーム内でレビュー後機能の実装に入ります。実際は設計レビューの待ち時間に並行で実装を進めていますが今回は説明しやすくするために 工程を明確に分けますこの後は工程で行う作業を順に説明していきます。まず設計の中では処理の流れを明確にするためにシーケンス図を使用しています。シーケンス図を作成することでユースケースごとの処理の流れが後から見ても分かりやすく全体の機能を俯瞰して問題がないか見れるので確認しやすくなります。このように UML を活用した方がコードだけに注意せず俯瞰して見れるので個人的には良いかなと思っています。 先ほどのシーケンス図はこのように ASCII ドックと PlantUML で作成しています。慣れるまで少しだけ時間はかかりますが、コードで図式が記入できるので GitHub などで変更管理もできて非常に便利です。シーケンス図の他にも API を提供するため s w a g UI を使っています。現状では AWS サムのように s w a g と CDK は連携できないのであくまでドキュメントとして使っています。フロント側からも API 仕様がわかりやすいようにと API のインアウトが分かり、問題がないか確認するため作成しています。AWS のインフラ構成については DrawIO で書いています。先ほど最初に紹介したような API Gateway と Lambda をつなぐだけの単純なパターンなら記載しないのですが、Kinesis などの AWS サービスを使用する場合は、全体の構成が問題ないか確認するため DrawIO で書いたりします。DrawIO で書いたドキュメントは画像と XML 形式で保存しておくことで、 途中から同じ構成の図を編集し直すこともでき、こちらも Git などで変更管理ができます。設計はこのように、すべてコードで記述して、変更管理が後でわかりやすく、修正もしやすい体制をとっています。設計が終わるとレビューに入ります。ソースとドキュメントの管理には GitHub を使っています。設計書もすべてコードで書かれているので、GitHub 上のプルリクエストでレビューを行います。また、おまけですが、Slack と GitHub を連携することで、画面のアサインボタンを押すと、 スラックにレビュー通知が飛ぶので簡単にレビュー依頼ができます。レビューが終わって問題なければ実装に移ります。このように設計は全てコードで記述しています。余談ですが自分は前職だと Excel ばかり使っていたので、このようなコードだけで設計の全てが完結できるという開発体制は結構驚きました。次は実装の話に入っていきます。最初は開発環境についてお話しします。ラムダの実装自体は TypeScript を使って開発しています。 タイプスクリプトのパッケージ管理には YARN を使用して、ラムダでタイプスリプトを動かすために JavaScript に変換する必要があるので JavaScript のトランスパイルやバンドルについては Webpack を使用しています。他にもいろいろやり方はありますが、今回紹介したやり方は以前書いた記事があるので、良ければご確認ください。概要欄にもリンクを貼っておきます。開発のエディターとしては VS Code を使用しています。RIM を自分なりに改造して使っている方もいますが、 最初は VS コードがとっつきやすいかなと思います。特に豊富なプラグインがあることで、開発効率が結構上がります。ESLint や p r e t t y r などを使うことで、自動でコードの整形が行われるので、微妙なインデントの整形や、非推奨な記述の検出などにも役立ち、レビューの手間を減らすことができます。それ以外にも、特に、ライブシェアが魅力かと思います。昨今、リモートワークが増えたことで、隣同士で教えるということが厳しい状況ですが、ライブシェアを使えば、 同じコードを複数人で共有しながら修正できるので、遠隔地でのペアプロがやりやすいです。次はコードの設計について説明します。設計にはクリーンアーキテクチャを採用して実装しています。ラムダ内部の構成をハンドラー層、ドメイン層、インフラ層に分けて、他の層への変更が影響しないようにと、あと、ユニットテストを書きやすくするために分けています。この後簡単に説明はしますが、詳細が気になる場合は、 概要欄に弊社のブログのリンクを貼ってあるのでご参照ください。とても簡単に説明すると図のような構成になります。API ゲートへなど AWS サービスから来るイベントの整形や処理のハンドリングをハンドラ層で行い、詳細なビジネスロジックについてはドメイン層に記述します。DynamoDB や S3 などのストレージにアクセスする場合はインフラ層に処理を記述します。こうすることで最初の実装コストは上がりますが、ドメイン層に対するユニットテストが書きやすくなることで、 コードの変更で異変があった場合も検知しやすくなり、将来的に運用しやすいシステムになるかと思います。次は実際にコーディングする場合の記述方法を少しだけ紹介します。今回は、ネシスデータストリームズとラムダで連携する場合を想定します。ハンドラーを記述する前に、ネシスから来るイベントを型定義に起こします。ネシスの方は、画面のようにレコード配列の中にネシスオブジェクトが複数あり、その中にデータという名前の ベース64形式の文字列が入ってくるので、このような型にしています。このように型定義をしておくことで、型から逸脱した操作をしていないか、性的検査ですぐ確認することができます。今回は、ネシ室を例に挙げたので単純ですが、階層ごとに送り合うイベントを型定義することで、回収の際に変更すべき箇所が、型検査でエラーとなって出力されるので、ある程度判別できて便利です。先ほどの型をハンドラーで使用する際は、以下のように書きます。 今回の例は、ただ、Kinesis のイベントを読んで、コンソールに出力するだけです。ハンドラーのイベントに型定義を当てることで、イベント t k i n e s i s d a t a の入力までは型の保管が効くようになります、えっと。画面の真ん中のあたりですね。Kinesis の場合は型の変更がそ々うそうないですが、API ゲート名などの場合は、機能開発によって送られるボディのイベントが頻繁に変更されると思うので、その際は、 型の保管や必須効果が不足していないかなどの確認ができるので非常に役立ちます。実装が終わるとユニットテストと E2、e、テストを書きます。ユニットテストはドメイン層を中心にホワイトボックスなテストを。E2、e、テストでは実際に API のエンドポイントを叩いてレスポンスが期待通りかなどブラックボックスなテストを行います。AWS の開発ではローカルで動いても API ゲートウェイなど AWS サービスの設定や権限周りの設定に誤りがあって 動かない場合がどうしてもあるので、継続的な開発のためには E2E、e、テストの実装は必須かと思います。E2E、e、テストでは Mock サービスを使わずに AWS アカウントを開発用、動作環境用のステージング用、本番用に分けて開発用環境で行います。自分も以前は Mock サービスを使用していたのですが、Mock 特有の問題に引っかかることがどうしても多く、Mock が悪いのか、コードが悪いのか、切り分けが難しいため、現在はこの構成がベストかと思います。 環境ごとのデプロイも AWS CDK を利用すれば手動の作業と比較して簡単に実現できます。AWS CDK のリブ配下のスタックに関連するファイルへ環境ごとの名称を読み込ませるように編集すれば簡単に実現できます。概要欄に参考になりそうなリンクを貼っておきます。開発環境で設定した内容で問題なければステージング環境で Web 画面などを使った手動テストを行い、問題なければ本番環境に同じ設定ファイルでリリースします。 ドキュメントの時と同じように、インフラ設計もすべてコードで実装しているので、GitHub のプルリクエストで相互にレビューします。問題なければ先ほど言ったように、ステージング環境や本番環境へのデプロイに続きます。以上のような流れで、サーバーレスシステムの開発を普段行っています。最後にまとめです。まずはサーバーレスなシステムは何なのか改めて確認しました。根本的な概念としては、 開発者が開発だけに集中できるための方法と言われていることなどを紹介しました。個人的には、イベント駆動でシステムが素結後に作れることがサーバーレスの利点かと考えています。また、サーバーレスの開発方法について紹介しました。ラムナの実装はクリーンアーキテクチャで実装し、テストに関してはマルチアカウントで E2E、e、テストを行っていることなどを話しました。今回挙げた内容はあくまで一チームの話なので、 全チームが同じ体制というわけではないですが、サーバーレスでチーム開発する場合の参考にしてもらえれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。弊社からは技術情報が今後もアップロードされるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。